でね、だからなんか欲しいよな。そうっすね、山崎一地月。いや、そりゃそうですよ。僕が僕のインフォメン秘話しましょうか。僕はインフォメン入ってアルバイトをしてる時に正社員になろうと決めて、まあ、お客さんをどんどんつけていかなあかんっていうところのために何を始めたかっていうと、全店の巨乳を調べましたからね。おかげで俺それを続けたことによってスタッフ側が山崎さんに巨乳言ったら振ってくれるってなって、案内所に来たスタッフは全員巨乳を紹介し始めるっていうインフォメン現象が起きたことがありますから、今後とも巨乳のことは僕に聞いてください、はい、一番早いですから。というわけでラスト10秒で結局言うことなかったですね。上にいっぱい巨乳おるもんな。はい、あれデブです。明日は立石さん、巨乳の話はしませんよ。お疲れ様です、はい。